うわやばい、いただきます。え、狙い定めバンバン開けると、開ける、うん、あ、そうだ、開けるの、あ、これ開けるのを撮りたかった、そう、あ、そういうこと、そういうことだよ、そういうことで撮ってた、あ、そういうことね、買いました、みんなのためというか、私、あ、なんか開けます、お願いします。なんで買ったか言います、うん、最近人が家に来るなって思ったの。もんちゃん家にもあるでしょ、あるよあるよ、便利だなって思って買ってみました、すごい、あ、今回はたこ焼きプレート使いますね、はい、イエーイ、 TikTok とかインスタで今話題の肉巻きおにぎりをやっていきます、イエーイ、よいしょ、準備しよう、うん、準備、お腹減った、あ、肉ね、まずこれ切らないといけない、肉切らんでいけるんかな、いっぱい焼肉乗ったね、じゃあ巻き巻きタイム、巻き巻きタイム、手は洗いました、洗いました、え、かわいい爪、爪、うん、でしょ、見せた方がいいよ、かわいい、よし、じゃあ巻いていこう、巻いていこう、あんたご飯乗せてくれたりするの？あ、いいよ。ありがとう。じゃあ私ご飯の係になって。あ、そうしよう、そうしよう。あ、いいよ、いいよ。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。やけどしないで。ご飯あったかいな。あったかいよ。あ、いける、いける。あー。ナイスです。あ、いいじゃん。あ、いいよ。うん。お願いします。今度この辺に。はい。手洗ってますからね。うまいね。うまいよ。うん、うまいよ。ごらん。うまいよ。なんかさ、たこ焼き器の可能性無限大なんだなって、うん、無限大だよ。しみじみ感じた。本当だよ。私あのベビーカステラとかさ、あ、ね、やってた。そうそう、それそれ。前やった一回。やったん？うん、できたうまく。うん。うん、できなかった。ごめんね。うまくできたかどうかじゃないんだよ。うん、じゃないの。やったことに意味がある。うん、そうそうそう。で、美味しかったっていう。うん、そうだよ。うん、そうそう、いいね、お米の量。ディズニーランド？あ、ごめんなさい。いいよ。うん、夢の国って言いたいんでしょ、うん、そうじゃない、あ、違った、これ一気に乗せれるの何個だ、6、7、24、めっちゃいけるね、24個いける、うん、ご飯甘いそうよ、余る、余るね、これ、ね、あれれれ、うん、おにぎり、あ、焼きおにぎりにしよう、あ、美味しそう、ハム、ハムとか巻いちゃう、ハム、ハム、ハムすごい使いたがるやん、ちょっと濡らしてきたら、分かった、うん、あ、ここにあるよちょっと違うかもしれない。焼きおにぎりって醤油だよね。醤油がね、なんかいっぱい不明なんだよね。2パック目いきます、はい、で、あとは米ね、そうね、あとキムチもあるから、あ、あ、そうじゃん、うん、チャーハン、肉、あ、キムチチャーハン、うん、いいね、焼肉のタレキムチチャーハン絶対うまいやつ、じゃあ私混ぜちゃう、あ、いいじゃん、混ぜて、仕事見つけた、うん、見つけた、思ったんだけど、でもさ、トマトケチャップでさ、あのケチャップライス作ってさ、卵入れたらさ、オムライスできる、卵あんの、ないねえ、うん、あ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 、やだ、何、やだ、あ、やだ、3秒ルール高くてやった悲しかった悲しかった、サランラップいる、いらないよ、いらないよ、ラップ好きだな、あの子ラップ好きみたい、ラップとハムが好き、うん、あの子え、もういっぱい入れようよ、ちょ、今微調整してる、ごめんごめん全部し、焼こう、焼こう、はい、油引きます、あ、すごい湯気出てる、じゃあ、キッチンペーパーでグリグリって、うん、キッチンペーパーはあるよ、私手拭いたやつよし、入れます。はい、ハイボールとビールどっち、ま、ハイボールハイボール、ハイボールわー、おいしそう、いい音、ね、ASMR、 これ、あ、これ全部映ってんのかなもっと手前に引っ張った方がいい気がする、いい感じ、お、なんかすごいいい感じに収まったよ、え、すごい、それで今乗せた、うわー、やばい、めっちゃうまそうや、うん、めっちゃうまそう、うわいい匂い、ね、やばいね、抜いた
大丈夫？事件性のある声がした。うまそう。わーい。マフィタソン、そっち側いける？うん。できんの？できんの？できない。頼んだよ。うん。私はこうやってね、ほら。キャベツからこうやってやっちゃうタイプ。これ白菜なの？ずっとキャベツって言ってるけど、あんた。キムチって白菜だよ。ちょっとね、野菜あんまりわかんない。あ、見て。かわいい。あの、いいじゃん。いい感じだよ。うん。上手だよ。上手、上手。油が、あれしたほうがいい？食べすぎとる？うん。これ焼いてるやつですか。気をつけてます。燃料。あ、もちろん。あ、もちろん。あげようか。跳ねたの？何？ちょっとピンピンとかもしれない。もちゃんが跳ねたの？もちゃんが跳ねた。油じゃなくて。いや、すごい油が溢れ出してたから怖くて。あ、そういうことね。そう。よけたら、あの、パクさんのおもちゃでこけた。いっちゃおう。いっちゃっていいっすか。はい。お願いします。これ何？ドバーって。この辺？シュバーって。オッケー。わー。いいよ。あ、いい匂い。いいね。うわ、やば。これめっちゃ簡単だね。簡単。ね、うわー。味をね、全面にこうやってつけていくんです。うわー。よし。オッケーじゃないか。いいよ。はい。もう行こう。うん、それでは。完成。狙い定めバンバン。食べよう。食べよう。お姉さんが取ってあげる。わ、優しい。おさよこしなあんたら。優しい。とりあえず2個ずつ乗せとくわ。ありがとう。うん、冷めた方がいいだろうからね。もかち何？飲む？サイダー。サイダー。うん。私ハイボール飲んじゃう。あなたハイボール飲んじゃう。私ハイボール飲んじゃう。やばいね、これでハイボール。やばいね。すぎるよ、もう。ということで、マイタスの退院を祝って。はい。またやってくれるの？あれ。いつまでもやるから。一緒祝う。乾杯。乾杯。あー、うまい。うま。せーの。いただきまーす。あ、あく。うまい。うん、うまー。めっちゃうまっ。うん。あ、これ、クリーム上からかない。なんか。え、今まで食べた肉巻きおにぎりで一番うまい。え、キムチいっちゃう。いっちゃって。おかか？いやー、絶対うまいやん。あ、だよね。絶対ゴロゴロ。いや、うん。じゃあ、もんちゃん、一押しのキムチチャーハンさん。いかせていただきます。いや、さっさ。もうこういう料理出てきそう。確かに。いただきます。はい。そうなるやつ。うまっ。なんか3人でこうやって作って食べるの楽しいの。確かに。キムチもやっとく？まだいい気持ち。あんのか。あ、まだあるの。これこれ。やる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 。やだ、まだあるじゃん。めっちゃ嬉しい。やばー。ちょっと追いだれしたい。焼肉のタレさんどこ？こちらでございます。こちらでございます。追いだれさせて。あ、うん。やっぱかけた方がうまいよ。マジ？うん、追いだれのがいい？うん。あなたできる女ね。私？うん。やった。あなたできる女よ。本当？うん。みんなが食べてる時に進んでそうやって。うん。あとね、無意識にできちゃうね。そう。けどこれ最後だ。大事に食べて。あんたもできる女ね。まあね。うん。進んでね。生粋のモデ女よ、これは。すごいじゃん。両刀使い。確かに。うん。こうやってやるんだって。まあ、それぞれ。やり方はそういうタイプ。人と比べちゃダメだよ。そうそうそう。私は私だから。私は私。そうそうそう。あんたはあんた。あんたはあんた。あんたそうよ。あんたはあんたで生きてる。あんたを大事にしな。一緒にしないで。うちさ、今まで、男の人でこういうファッション嫌だな、みたいなのが、そんななかったの。おお、今までなんか似合ってればいいや、みたいな。一個だけ、洋服とかじゃなくて。おお、待って、当てよう。あるよ。はい。なんだろう。ヒゲ。私もヒゲかと思った。ヒゲ好き。え？ヒゲ好きなの？うん。一緒じゃん。え？そうなんだ。うちね、意外とね、男らしい人好きだよ。ええ？
緒じゃん。肌黒い人好きなんだよね、意外とね。え、そうなの、うん、でも肌白い人も好きで。全然真反対じゃん。何が好きな人。うん、いや、あのうんさんとかいろいろなんか芸能の方、芸能の話が面白いこといるから、そう、芸能となると違うんでしょ。うん、で推し、この今ここら辺にいないんだけど、うん、いない推しの中でも肌黒い人いるから。へえ、そうなんだ。オールマイティすごい、すごいね。そう、あの話男の当てる当てる、あやらんで毛とかじゃない。あ、そうなんだ。じゃない。あ、わかった。お前っていう人。あ、違う、洋服着てて発生する現象。あ、洋服ね、巻き汗。それは私も着るからしょうがないもん。ええ、ね、足の足臭。うん、それは私もだよね。腰パン。ああ、それは電車でよく見ますか。ああ、見る見る。電車に乗って思い、あ、これやだって思った。ああ、って思ったんだ。え、何？もうこれ違う。それは男性特有って言えば。男性特有ってのもっこりじゃん。その人の持ってるものだから。全人間に起こりうるけど、でも女の人は外出るときは絶対、まあ、ほとんどの方はそういう現象起きないよねっていう感じ。現象、もっこりじゃん言って。それしか言わ。逃げてよ、そこから。抜けた。乳首。乳首すけ。乳首タッチ。タッチ。あー、女の人はまあブラジャーつけたり、うん、あー、そういうことね。確かに夏は確かに多いかも、うん、しょうがないかもしれないけど、ね、うん、でもなんかそこはちょっとなんかあってなっちゃった。確かにね、そういうことか。つまずいなってなっちゃった。普通に歩いてて誰かがなってる分にはいいんだけど、うん、もし自分が誰かとデートしますってなった時に相手がずっと乳首立ってたら気まずいなって思って。え、それどうすんの？デートした人がさ、乳首タッチしてたら言う？どうなんだろう、その人との仲による。あー、なるほど。あ、じゃあめっちゃ好きな人だったら、まだなんか好きな人の止まりだったら言えない。あ、付き合ってたら言える、うん、あ、そういうこと。なんかネタっぽく言うね、やだー。あー、そういうことね、うん、着ないよとか言えるけど、うん、でもさ、逆にさ、なんかこの人はさ、逆にみたいなとこない？なんか見せてるみたいじゃないけどさ、いや見せてるつもりないと思うけど、あるから、まあまあそうね、そうなっちゃうんだろうけど、なんかそう、世間で遠くでやってくれる分にはいいから。デートでタンクトップはちょっと嫌だかも。いや、でもおしゃれなタンクトップ。あ、ここがすごい空いてる。あ、そう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 、だったらいいんだけど、なんかでかいやつ。ピッチーは嫌だから。あ、ピッチーは嫌だね、確かに。でもピッチーのタンクトップ着てる上にちゃんとシャツ羽織ってんよ。でも前は空いてるから、たまに見えんのか、たまにチラッてしちゃう。たまにチラッチラッチラ首しちゃう。チラッ首、チラッ首アウト。セーフ。好きな人、好き、とりあえず好きな人。そんなとこ気にすんなよみたいな感じの人もいる。どう思うんだろうね。その点男の人って大変だなと思った。そうだね、うん、確かにね、女の人はね、うん、ちゃんと保護するものがあるから、うん、だけど逆にそれなんか保護する方法あったら教えてほしい。ちゃんと俺絆創膏つけてますとかさ。あ、いるんじゃない？いるでしょ。いるよね。多分ある、なんかここへこれちょっとやる。私あんまないんだよね。ああ、確かに。何でもいける。あ、そうなんだ。もう別に。あ、じゃあちょっと脇がだけ。あ、だけ。ああ、確かに。あ、でもケアしてればよくない？そうね。うん。そこはね。うん。言う？もし相手は脇がだと。言う。うん。だよって言う。うん。気づいてるって。治るものでもあるもんね。うん、うん、そうよそうよ。で、男の人の嫌な。ヒゲがそもそも嫌いなんだよね、言うてた、ね、でも整えてるやつあれじゃない。確かに。わざとここだけとか、うん、あ、それも嫌い。もうヒゲ本当にヒゲがない人がいい。へー、不潔感出るの。あ、でもトゥルトゥルも大変よ。まあね、うん、荒れちゃうしね、毎日剃ってたら、うん、だからかわいそうだよね、男の人ね、マジで大変だと思う、ね。まあね、だから、まあ、ヒゲ嫌いだけど、うん、まあ、しょうがないなとは思うよ。うん、あ、偉い、うん、ないの、ないよ。嫌な男の人苦手だな。ヒゲもむしろ好きだし。ヒゲもむしろ好き。すごい。え、なんだろう。脇毛は全然。脇毛はな。え、脇毛大丈夫？はい、いける。あ、ほんと、うん、脇毛はいけんの？うん、好きだね、ほんと。確かに。え、だってなんかさ、あ、確かにね、うん、女性ほどさ、男性って脇毛そんな気にするほうじゃないじゃん。
あだからなんかそういうもんだと思ってるからそこはそんな気にならない。でもヒゲもそうよ。マジで思いつかん。逆になんか言ってこれどうって。でもなんかほぼいけるもんな。ほぼいける。うん、美味しかったです。美味しかったです。肉巻きおにぎり with キムチチャーハン、そして私が無理だと思う男性の何か、ぜひ皆さんから教えてくださいということで、はい、以上マッツカのビーチビーチーズでした。この後ラジオだよ。だだこれさ、いつ上がるの本当だよ、いつ上がるの水曜日に上げないといけない。 Get ready狙い定めバンバン、狙い定めバンバン、狙い定めバンバン。